おはようございます。おお、おはよう。おい、お前聞いたぞ。もう彼氏できたんだって？ああ、はい、できましたけど。お前さ、なんで俺に言わねえんだよ。俺さ、お前がなんか、お前彼氏ができないできないとか言ってたから、もうすっげえもう心配してたんだぜ。お前もう彼氏できたのかよみたいな。できないって言ってたのにお前彼氏できたのかよみたいな。いやー、まあ、言うタイミングがなくて。だけどお前、俺とさ、お前のさ、仲じゃん、ね、結構仲良くしてんじゃん、ね、もうなんか、最近 LINE とか送ってもあんまり返してこなくなったけどさ、だから俺前にも言ったけどさ、やっぱお前のこと娘みたいに思ってるから、やっぱ心配してんの。そういう意味ではすっげえ気にかけてんだ。やっぱりお前のことが娘みたいにやっぱ思ってるからさ。でその彼氏はさ、もうちゃんとした人なの？まあそうですね、バンドやってる人ですね。バンドマンと付き合ってんの？俺さ、いや俺ほら前もさ言ったけどさ、もうほら昔音楽やってたからさ、音楽やってたからやっぱその業界のことやっぱちょっと知ってんだ俺。業界のことな、俺ちょっと知ってんだ。その業界を知ってる俺から言わせてもらえば厳しいよ。音楽で飯食っていくのってさ、厳しいよ。確かに、まあそうですね。まあさ、夢を追うことも大事だけどさ、やっぱこの大人になったらやっぱり現実っていうもんこの見なきゃいけなくなってくんじゃん。だから、まあ、俺は音楽の夢をさ、まあ諦めて、まあずっとバイトしてたここのまあ社員になったんだけど、しかもさね、やっぱ俺ほら昔音楽やってたからさ、やっぱちょっとね業界のことやっぱ知ってんだけど、その業界のことを知ってる俺から言わせてもらえば、やっぱねバンドマンってさ、たらし多いよ。もう女とさ遊びまくりですよ。うちの彼氏はちゃんとした人なんで。なるほど。まあちゃんとしてるからこそ、あっちのテクニックもちゃんとしてると。いやいや、そういう意味じゃないです。で、その彼氏さ、ぶっちゃけさ、もう順調な感じなの？そのバンドっつってもさね、まああれさ、俺昔音楽やってたからさ、わかんないけどさ、ぶっちゃけこのご時世さ、厳しい感じでしょ？メジャーデビューしてます。え？今年の夏に武道館でライブもやりますよ。一応ボーカルで作詞作曲もしてるんで、結構気合入ってる感じですね。へえ。あ、そうなんだ。え？メジャーデビューして、頑張ってんじゃん彼氏。頑張ってんじゃん彼氏。いやさ、俺もさね、昔音楽やったからさ、わかんの、すげえわかんの。昔音楽やったからさ、わかんだけど、武道館でライブやるのってめっちゃ難しいよ。めっちゃ難しいよ。そんな簡単にできないよ。ほんとマジ半端ねえ難しさ。いや、頑張ってんじゃん彼氏。そっか、そういう感じのあれなんだ。もうあれなんだ。そんな、そっか。いや、まああれ、ま、でもさ、でもさ、やっぱまあ俺さ、ほら昔音楽やってたからさ、やっぱ業界のこと知ってっからさ、やっぱわかるんだけどさ、もう武道館で満足してたらダメだよね。ダメだと思う俺は。だからあの彼氏に言っといて、バッて言っといて、バイト先の社員が言ってたっていうことで言っといて、あの武道館で満足してたら先に進めない。まああれだ、今順調かもしんないけどさ、
ね、やっぱり一寸先はどうなるかわからない、一寸先に何が起こるかわからないっていうのはやっぱこの業界の厳しさだからさ、やっぱそこはやっぱり音楽やってた俺としてはすごくやっぱ実感してるから、うん、いや本当にもう気をつけてってやっぱ彼氏に言っといて、うん、であとさ、昨日 LINE でも送ったんだけど、今度一緒にご飯食べに行かないかな。無理です。